内田貫太郎、本日のギタープレイ。よし、ちょっとボトルネックを適当にやってみようかね。それで、まあ、自慢ってわけじゃないけど、これ昔のカルピスの瓶なんですよ。カルピスって書いてあるの見えるかい？古美術やってる友達、おめえカルピスの瓶使っとったな。なんか出てるから1000円ぐらいだし買っとこうかって言うから買っといてって言う。たらこれが送ってきたんですよ。まあ俺みたいな年代のみんな知ってると思うけど、ビール的な大きさだよね。633ミリぐらいの感じのビール瓶と同じような大きさだから、このスモールサイズっていうのは初めて見たわけ。なんかだからこれで作ろうかなと思って、割って作ろうかなと思うけど、なんか珍しいから我慢して取ってるのね。もっと珍しいのはこのキャップがあるとこ。キャップはさすがに捨てるでしょ。このキャップが綺麗なんだ。これまたこれはね、大分の、九州の大分県の宇佐の知り合いが送ってくれたの。カルピスの話終わり。
僕は行くあてなし眠るだけ。日曜日だというのに今日も朝からパジャマで行くあてなし行くあてなし僕は行くあてなし眠るだけ。夕方っぽい曲をやるね。ありがとう。また明日ね。